ナイスサーブ。どうしました？思ったより試合の進みが早いらしい。よし、そろそろ行くぞ。はい。しゃあ。1年生、荷物多いだろう。ちょっともらうぞ。あ、いや、大丈夫です。マネ、バス忘れてる。え？ああ、ごめん。これ忘れると、中入れない。なんだ？忘れ物か？いや、この袋を…シューズが…ない！みかん色のやつだよね。子供服チェーン店の。アップ会場の体育館に確認してみましょう。買いに行きますか。もしもし、子供が間違って持ってっちゃったみたいで、さっきの体育館で待っててくれるようです。私行ってきます。試合開始までには戻ってくる。まあ清水だし大丈夫だべ。はいはい、俺たちは試合に集中。空を切ったと思った足に触れた硬い感触に。清水さんってもう部活決まった？よかったらバレー部のマネージャーやらん？バレー部にはしばらくマネージャーはいなくて、自己流でいろんなことを知った。でもチームメイトは徐々に他人ではなくなった。よし、行くぞ。うえーい。まぶし。ここは通過点っすから。なんとなくで始めたマネージャーの仕事、でも繋がなくてはならない。それがどうした？敗北を確信しているわけじゃない。ここが私の最前線。うわー、俺のシューズ。緊張で死にそうだから、とりあえず声だけは出してこー。カラスノ高校、椿原学園。丸山、大丈夫か？だけど、10番から目を離せ。予想外のとこからでも打っ。代表決定戦見ても、あいつらが白鳥沢に圧勝したわけじゃねえ。奴らが白鳥沢を倒した事実は変わんないんだけどな。この初戦、相手に会場に飲み込まれた方が消える。要注意はやっぱ4番、寺泊まりだな。190センチのタッパ。ナイスキー。バレーは試合中、ボールがほとんど空間にある競技。悪い。修正する。影山の照準が合うまで持ちこたえる。点差開きます。カラスのモセッターは不調だ。あ、俺たとえ割り切ると決めてはいても焦りは来る。早めのカンフル剤だ。くそ、迷った。ナイス。自力で切りました椿原が。しかし点差は今一歩詰まらない。日向はミスが怖いって感じは二の次なんだろうな。ドン。ピシャ。お待たせしてすみません。はあ、合宿の時と顔ちゃうや。10番だけに気を取られるな。すげえやつ入ってんな。はい。世界が影山くんを見つけますよ。また大げさな。マル。下。待ち。チャンスボール。なめんな。ストレート。セッター影山がファーストタッチ。六三枚。しかしあの10番体当たり得意なのかな。慌てないよ、一本切ってこう。はい、くっそー。おい、
タイムアウト明け、サーブミスんじゃねえぞ。当たり前だ。さあ、やべえ。アウト。そうだ、よく出してけよ。くそ。切り替え切り替え。どまい。俺より緊張してる。始めは すみません。ほんと。よし、あったまったな。はい。あったまったところじゃないよ。疲れたよ。姫川。ミスをしたとき、許してくれないのは仲間ではなく、自分だ。この天井は、俺の味方。流れってものの根拠は知らない。はい、来た来た。姫川、3セット目の準備しとけよ。そうだよ、俺たちも帰るには。ナイスさ。自分が緊張してんのかしてないのかもよくわかんねえ。ションベンスパイクじゃねえか。カラスノが全国行った試合見てから、カラスノに来るって決めてました。ボクタさん、よし、なんかいい感じじゃねえか。ボクトってやつ大したことねえぞ。俺もメインアリーナが良かった。ゴーヘーだー。セレス、ナイスゲーム。自覚している以上にずっと緊張してた。日向、山口、影山も月島もこっち来い。チャンス。チャンス。うお、他校にとって今のカラスノがまさにそうだと思う。さあ、しんどい。清川のエースに感情移入しすぎかよ。よっしゃー。飯食ったら少し時間あるから、買い物とかしてきてもいいぞ。お、あれのエースください。メインアリーナの方がでっかい。でも今年は真っ昼間だし、時間的に大丈夫だと。僕としょぼくれモード早いな。あれで大真面目だもんな。し、ツーアタックする。ナイスキー。僕とさん、ここはいわばセンターコートですよ。でもここで戦っているのは俺たちだけ。弟子も見に来てますよ。おお、こっち見た。ボクトさん、ナイスタイミングでカラスノのちびっこいてラッキーだったな。俺が引き出せるのはボクトさんの力の一部ですし。フクロウダニやっぱ強いな。な、お、おしみさん、ジョス。おお、影山か。試合は、お前、ポジションはミドルブロッカーっす。高麗君、何してんだよ。もう前の試合終わるよ。おかえり。鵜飼さんはまだ、鵜飼前監督の知り合いに捕まってるみたいだ。うわ、今のブロックの上からだったよな。もっと近くで見たい。高麗、何でもできるな。あの5番、何も。これぞ小さな巨人。すごい活躍でしたね。おめでとうございます。ありがとうございます。小さいのにすごいって言われ続けて、俺はただすごいんだってずっと言ってた。小さいことはバレーボールに不利な要因であっても苦悩の要因ではない。はいはい、すみませんね、ちょっとねこじらせてるもんでね。ごめんなさい。
いいえ。もっとビビった顔しろってんだ。じゃあ明日もせいぜい生き残ってね。そっちこそだろ。あれがリュウちゃんなんだ。失礼を承知で聞くけど、どこがいいの？よし、今日俺がいいとこに連れてってやる。貴重な全国での一勝、おめでとうございます。イエーイ。相手は今年のインターハイ準優勝チーム、兵庫県代表の稲荷崎高校、テッタ宮厚夢。影山はユース合宿で会ってるな。はい、宮さんは少し前からスパイクサーブとジャンプフローターの二刀流です。さっき勝ったばかりなのに、もう皆さんの顔が怖い。そっか、でもイタチヤマに勝ったやついたらそこが一番じゃん。おお、朝日、あれやってもいいぞ。ん？怪我には気をつけないと。だな。あ、リュウちゃん。おお、なんだ、カノカか。リュウちゃん。美女に育ったカノカ。あ、これまた母さんの手作りだけど。私全部勝つから。稲荷崎のコーチの方でしょうか。溢れ出る離れ感。セッターの宮厚夢が超すげえやつなら、今回はその本来のオポが出てくる可能性が高い。宮兄弟、どんなチームにも初戦というのは怖く重いものですが、みんな落ち着いていますし。山口、ピース、ピースしに行こう。え、やめろ。俺まで怒られた。昨日は急に変なこと言ってすまんかった。忘れてくれ。あのね、私ね、リュウちゃんのおかげで猫背が治ったよ。負けねえ。今日頑張ってな。俺下手くそと試合すんのほんま嫌いやね。弱くはないので大丈夫だと思います。影山、やっぱオレンジ似合わねえな。うるせえ全身みかん野郎。なんだと。緊張よりワクワクが勝ってるって感じ。成長して嫌がる。会場の誰も俺たちなんか眼中にない。よし、移動するぞ。